こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になってます。ワルソネコのタックスです。今日はタックスが工作をする回ということで、あのペンドラムクロックって、そうやな、振り子ってペンドラムって言うんやね。そうですね。全然知らんかった、ね、こういう時にやっぱり調べてみて改めて分かりますよね。そうそう、これだからあの、何よ、キットなんやけど、まあちょっと今回その、まあ、後日来年になったら、このキットをなぜ買ったかっていうのが分かってくるかな。そうですね、でまあ今回はこの、まあ、上から撮ってて、これ確かな、俺組み立て始めが10時か10時半ぐらいから、そうですね、夜中ですよね、いや子供が寝てからやってるんやけど、そうですね、でまあ、これ横から手出されたら大変っていう感じの内容ですね。いやもう分からないな、あるもんこれ、ね、でまあ作ったことないキットやから、こんな風に、はい、これはだけこう書いてるけど、でここにね、レーザーカッティングって書いてるんかな。あの合板をレーザーカッターでやってるんですよね。そうそう、CO2 レーザーか、やと思うんやけどな。だから側面が黒く焦げてるというか、そうなってるんですよ、ね、よくなんか何家具のキットとかでもありますよね、組み立てるやつあると思うんで、昔あれかドリバドでもあついてましたね、椅子がついてた時あって、ああいうのと同じ感じので、これ今さっきあの難易度なんやけど、星 5, で5段階評価で4やけど結構難しい、いやでも作ってみて、まあ、でも正直でも2時間半以上かかっとるから、あやっぱりかかってますね、案外手間かかるなっていう、でこう裏面とかなんやけど、いやでもなんか完成図があるやん、ありますね、こうフロントから見たりとかサイドとかバックから見たのがあって、かっこいいですね、やっぱこれ見てからやっぱこれと早く作りたいなと思うし、ほんでまあ何あのこう見たところパッケージがしっかりしとって、なんか海外からのキットやから、なんか角言わしとったりとか、なんかこれ大丈夫なんかっていうのが、でもこれ厳重ですよね、結構結構ほんで何ギュッとした感じでパツンパツンにいられてるから、なんかこう歪みも案外なくて、なるほど、案外ねこう出してみて、まあ今出しとる途中なんやけど、結構ね平面性が保たれとんやって、でも作ってる間に歪んできたりとかそういうのはやっぱりある、湿気数であるよ、これだから全部が、その何成功に作られとるわけではないなっていうのが、まあね、合板の状態もいろいろありますからね、だからこの状態ではあんまりこう何を反ったりとかはしてなかったかな、この時はね、まあ、これ箱も渋いですね、いやこれかっこいいよ、ダンボールよくできてるよ、だからなんか海外製品やからほんまにもう角ぶつけられて、中の木の中も木とかも横割れとった、嫌やな思ったんだけど、まあなんか本当に綺麗に作ってるなっていうのが、ね、この歯車のデザインとかも綺麗ですもんね、だからなんていうかな、あのこの木のウッドのこのパズルとか、こういう切り抜いたレーザーで切り抜いたやつって、やっぱり精度が弱い時あるんや、やっぱりあるんですね、これパッと開けてもう板が出てきてるんですけど、これ部品数すごそうに見えるんですけど、そうそう、これね、表の箱に書いてた分で見たら170ピース、それは多いな、だからその何の木のパーツだけで170なのか、中になシャフト、あこれほんとなんか裏に QR コードあって、あの Facebook と YouTube なんやだけ、なんかこうアドバイス的な、あるかもしれんですね、でもその QR コードを見る分ようわからんから、なんかそういう紹介の分の紙もなんかおしゃれな感じというか、いやあのマニュアルなんやけどな、まあこれ中身全部英語なんや、でまあでも日本語ないやん言うても、まあ、かまんかっていう、まあここにこれを組み立てるとかそういうやつですもんね、そうそう結構あの簡単に書いておる、で、まあ、図がでかいんや、でこれね結構ねこれ作ってこれを見て作ろうと思う人おるかどうかわからへんけど、このキット結構ね左右があの対称じゃないんやって、まあ確かに、だからあの本当に向きとか見んかったらいかんし、で歯車も、歯車の形は同じなんやけど、中の模様が実は右にこうちょっと風みたいに流れとるマークとかがあったりとか、そうかそうか、そういうのもあるある、それは綺麗に合わせとかないかんのやって、なんかこれな結構よく見て作らなまずいなっていう、でもこれがレベル5の中の 5段階で4だから、それが3時間以内で組み立てられるんだったら、5を買ったらじゃあ倍の時間になるんかってそんなことはないやろうと思うし、5ってどんなのがあるんでしょうね、いやもうたまたまこれアマゾンで目についてから買っただけだからうわこれかっこええわって、これ綺麗ですもんね、でなんかあのちっこいシャフト、あと木の棒みたいなのもあるんや、でこれがなんか木の棒とかあと振り子の重り、でこれ初めなんかなと思って、あのこの白いやつ、ほんでこれバネな、
あ、ゼンマイというか、うん、だから本、うん、まあ、バネで言ってもあれか、まあ、板バネというか、板バネですね、まあ、ゼンマイが、うん、あのガリ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 で、これなんかわからんかったから、うん、まず開けてみたんやって。ほんなこれな、ワックスなんやって。ワックス、だからあの滑りを要せないかんや。あ、そっか、歯車の1枚ずつ、うんうん、あのここはワックス塗った方がいいですよっていうところにあれをこう擦って塗っていったりとか、ちょっと温めてピッと取ってから塗ったりとか、うんうん、結構いろいろ細やかなサービスが。でもワックスであのスノーボードとか、うん、スキーやってる人ってワックスって言ったら、まあ、もう大体わかると思うんや、うん、板の裏にワックスを擦って塗っていくんや、うん、でコルクで拭いたりとかして、うん、アイロンで溶かしたりとかして、うん、これもまたパあの剥がしていくわ。でそのワックスを角に塗ってって、うん、滑りやすくするためにパーツをなじましたりとか、うんうん、でこれなあのこんなニッパーもいるかな思って工具持ってきとったんやけど、うん、これ今からニッパーとかを横にヤスリとか持ってたんやけど、うん、ほぼ使うことはない、組み立てで。ああ、切れ残っててか出てこないとかそういうこともなかった。この中にな紙ヤスリが1枚入っとんやって、うん、あら、この今破っちょるとこの裏に あ、これそのちっちゃいのが、そうちっこいのあれやったら十分なぐらい。へー、だから結構精度いいから、うんうん、すごいなって。ほんとこれ厚さが、うん、もうほんと5ミリぐらい、5ミリないかな、でも結構何よ、3ミリとかのベニヤとかラバンというか、うん、まあ、合板じゃないんや、うんうん、でこれ結構綺麗に抜けてるんやって。それはありがたい、うん、だから、うん、あ、これ綺麗に抜けてる感じがするから、うん、あ、これなんかカッターとか多分いらんわっていう、うん、へー、うん、これ一つ一つの部品数字がついてるんですか？ABC と、うん、あと数字、あ、全部で5枚の板がですね、あ、これもう抜けるぐらいスポンって、あ、本当や、もう抜けてるんやって、落ちてる、そうそうそう、あかん、これなくなったら分からないなるわ思って。あ、で、まあ、それ歯車の中にあるんや。そうそう、もしバラバラになってもパーツ一個一個には、うん、あの細かいけど全く今見えんけど実はあの書いてますんで小さく。あー、すごい、うん、これデザインした人がすごいな。だけどその時計を考えたやつってすごいなと思うけど、うんうん、まあこれをその何を、うん、まあ、あのゼンマイで動かすように作ったっていうのも切りやしな、うん、でまあ言うたら二次元や、うん、まあ、面で作っとるもん で、うん、でこれを組み立てて立体物としてバネの力で、うん、バネというかまあゼンマイで動くっていうのがすごいなっていうのが、うんうん、まあ、なこうやってなちょっと持ち上げただけでな、もうこれも外れてまいよんやけど、あ、ほんまや、あかんなと思って、これでもなくなったら困るわ思って、うん、ほんと急いでまた戻してっていう繰り返し、いや分からなったら、でもまあ後半になったら、うん、まあ、なんとなく分かるかっていう、だからこのマニュアルが今映ってないけど、うん、結構その何形で、うん、でもなこう初めの前半が歯車ばっかりを組み立てさせられるんやって、やから分からなくなってくるんやと、今どの番号か、でも初めの時に、うん、シャフトが何ミリのシャフト用意しましょうとかあるんやけど、うん、それは上に1分の1の図があるんや、うん、でその図に合わせたらパーツが分からないって、それとあとこの分のマニュアルで、うん、今の段階見えんと思うけど、あのなんていうかな、 T って書かれたパーツ A の2の T の1とか T の2、T の3とか T の分とか T の3とかあるんやけど、それはシャフトのとこになんかダイヤルの丸いなキャップみたいなのつけていくんやけど、それの長さと高さを調整するための機器なんや。でそれを作るための道具もこれで入ってる。でそれも組み立てないかんの、うわ大変、うん、だけどそれがな、分からんなってくるんやって、うん、最終的にこれを組み立てる時の長さ調整するための分が7つか8つぐらいできるんや。へ、うん、で今このなんか横になんかアイスの棒みたいなのあるやん、ニッパーの横に、ね、これもあの、うん、なんかキャップみたいなダイヤルのキャップを差し込むためにいる道具な、うん、そうですよね、出来上がった時に外で置いてるの見ましたよ。そうそう、うん、あ、ここからもう10倍速な、だってこれな、はあ、あの2時間半見せるわけにはあかんよ。もうめんどくさいでこれもう。まあ確かにノーカット版作ってもええかな思ったけど、うん、2時間半誰か見んねんっていうのがあるけ、うん、まあね、うん、まあ、逆に言うとこれ作っちょる分のビデオやけど、うん、これも雑談ビデオやここは、うん、まあそうですね、そうそう、あ、なんかちっちゃいパーツがいっぱい、そうそう、これ歯車やけどな、だいたい歯車1個につき、うん、8つぐらいのパーツで、へー、これ結構向きとかあるんやって、重ねて組んでしていくんですね、そうそう、強度を上げて分厚さを作るっていう、あー、そっか、うん、そうそう、なんか歯車もなんかこう反ったりしてたら、こう一つだけやったら噛み合わんになりますもんね。そうそう、ほんで今ねこれね、俺マニュアル見てなくてもな、うん、どこ作っちょるかが分かる、俺も作った本人やけ、うん、今のは、ゼンマイを最後に組み込むところのパーツ、うん、でこれ今高さパーツを作って、うんうん、まあちょこちょこ動きよるな、ほんまですね、で次これやなとか言うけど、うんうん、また抜いて、うん、抜いて
抜いた中にちっちゃいパーツがまた入っとんやって。わでこれもな向きとかすごいあるんやって、うんうん、だからこれほんまやってて、うわこれこれ170個もあんのマジかっていう。これ全部使うんですよね。あでもな最終的にはな、うん、なんか20個ぐらいは余るというか多分予備パーツみたいな感じで。あ、うん、じゃあ使わないのも残ってあるある。でも、うん、多分でもなこれなこのキットのいいとこなんやけど、うん、これ作ってる時にちょっとパリッと折れたとこもあるんや。あでも木やから木工ボンドで綺麗にくっつけれるんや、うん、そこはありがたい、うん、だけどまあ木工ボンドとかでこういうキットもし組み立てる方がおって、うん、まあ、テクニックじゃないけどこういうの昔からあるんですけど、うん、木工ボンドでくっつけて、うん、そしたら表面と表面しかくっつかんや。でその表面と表面くっつけるんだったらまあ面でしかくっついてないけどでももっとくっつける方法があって、そこのくっつけてギュッとしとる圧をかけてる段階でなあの外から瞬間接着剤を垂らしてあげたら浸透するんやって。ほんなら1個のパーツになるからそれで直すことができるから、結構それでいけば壊れたパーツも使えるよ。ああそれ強度も上がりそうですね。そうそう、だから瞬間接着剤って瞬間的にかかる力には弱いんやって、うん、だから例えばくっつけて1メートルのところからパンと落としたらパリッと割れるんやって。ああなるほど。でじわじわかかる力には結構強いし、うん、じゃあ木工ボンドとまた方向性が違うというか。でももう木工ボンドでもだいぶ強いは強いけど、うん、やっぱりすぐ作業したいやん。うん、それは確かに、うん、でまあ先の方がかけたって言ったらやっぱり瞬間接着剤やったら、うん、でも耐久度は結構あるからな。これはで合板やから、うん、あの木の繊維がいっぱい走ってるんや、うん、それとそれがくっついたら外れることないから。あ、ほんでちなみにこれ接着剤はほぼ不要です、うん、あ今これワックスるっちょ塗ってますね。またかっこいい形の歯車。これはなこの時計のパーツの中で一番今のがめんどくさいとこ、うん、あ今のめんどくさい、めんどくさいというか今のパーツの向きめちゃくちゃ重要な、うん、なんかこう逆には回らん感じの。そうそうそう、あれ向き間違えたらえらいことになるんやって。へえ、時計が逆に回るとかそういう感じ。いや回らない。あもうそもそも回らない、うん、へえすごい。でもこれもな細いから、うん、あの折れたら困るから、うん、じゃあ力任せにパーツが入れれんのやって、うんうん、これは確かに、うん、あまりにもパキッといってしもたら辛いですもんね。そうだって買えんしあとなんか何を問い合わせ先が海外やん。あ多分日本の代理店がやっとると思うけど、うん、そんな英語で喋ってくれよったら分からへんしっていうか。確かに、うん、まあなあ、すごい。なんかもうそのカットしたのが入ってるだけでも綺麗なのにこれがバラバラになって組み上がっていくっていうのが。いやでも本当作ってて、うん、なんか今この段階で結構時間経ってると思うんやけど、うん、まあなんか俺何個歯車作ったらええねんこれっていうなんかこう買ってから届くまではあれが来たら、うん、すぐ組み立ててやると思っとって、うん、今これ作り始めて多分11時ぐらいになってると思うや、うん、でしょうね。うん、やばいなこれ永遠に終わらんのちゃうかな、うん、俺さっきから歯車しか作ってないしっていうでパーツの形全部違うけんあれやけど、間違ったらこれどっからやり直しやと思うしほんでしかもな、ほんでこれな、うん、こう画面の中には映ってないけど右斜め上に Amazon プライムで滑らない話が始まってるから、はい、それを昔の分から聞いてるわ。もう一回また懐かしいですね。いややっぱりな、うん、やっぱ面白いなとちょっと忘れてるもんあるやん、うん、それもあります、うん、やっぱりええよ、うん、やっぱり芸人さんのあのテンポのいい喋りっていうのはすごいですよね。やっぱり長けとると思うよ喋、うん、ることについては。本当にこういうのでかん、喋る機会が増えてから、うん、やっぱり芸人さんの喋りってすごいなっていうのを改めて思いますもん。いややっぱりええと思う。だけど最近なんか M1 の分とかで、うん、上沼恵美子さんが言われてるけど、うん、やっぱり当時の漫才見たことない人おると思うから、うんうん、やっぱりあの今から何十年も昔で漫才やってはるけど、うん、あの漫才の今の分の文字数とボケの回数とか、うん、結構近いもんがあるよ。 M1 はもう何言うんかな、あの競技化されとるやん、うんなってますね、この時間の中でこんだけボケをいっぱい入れろ、なんかツッコミなんぼ入れろっていうのがあるけど、うん、上沼恵美子の場合はそのもう今から本当昔、うん、もう本当ブラウン管のテレビがもう本当初期の頃から、うん、その頃からずっともうボケとツッコミの回数、もう今こんな話したらしゃあないわいやまあ芸人さんの話好きですけどね。好きやな。大阪でおるときやっぱりよく見に行ってて、うん、あのやっぱり終わった後一緒にご飯食べに行けるのがいっぱいあったから、あ、うん、いいな。だから天祖はそんなに行く気はまだかったけど、うん、やっぱ俺吉本超合金好きやったからねいやよかったよあの分なかなか、うんうん、藤原がやっとったもんな。あの何かなテレ東でも一時やっちゃったんな。え
あ、あの藤原のありがたいと思えか、そう、あれは画期的やったよ、あれ良かったですよね、なテレ東で夜の11時からか、そう、すごい低予算でやってるんですよね、ものすごいカメラ1個なんな、ね、カメラ1個マイク1個、うん、ほんで字幕とか出ないでかい、なんか油性ペンで書いたやつがシャーンって出てくるんですよね、流れてくるな、ほんで角の方とかカメラボロやから、うんうん、あの画面歪んでるんだ、そう、もう湾曲しまくってて、いやでもあれすっごい面白かった、うん、カメラ一つであれすごい、すごかった、いやなんかもう、今で考えたらあれもう YouTube より新しかったよ、うん、あのテレビ番組は確かに、もういやほんま雑談動画やなこりゃまあそう言いながら歯車はちゃんと組み上がっていって、そうやな、さっきも大きいパーツになんかこうついていったりとかしてたから、そうそう、ずっともう延々と歯車、うん、だけどなんかこういろんな歯車を作るだけのゲームやなと思いながら、うん、でももうなんか作るもんが決まっとるから楽やみたいな話しよったじゃないですか、うん、だけどなんていうの、やっぱりたまにこう年に何度かあの、うん、俺なんていうかな、いつも説明書のないものを作るやん、うん、自分で考えて作るから、うん、ヘアセットにしろ、ヘアセットにしろ、家具しろ、家具でも何でもやん、うんうん、ほんだら靴でもですよね、だコペの方もそうやん、そうですね、説明書ないやん、組み立て説明書なんかないですね、ほんだら俺はそうなんやけど、うん、たまにこうなんていう完成図があって、うん、説明書通りに組み立てて何番のパーツと何番のパーツを切り抜いて、うん、ここへはめ込みましょうって言ったら、うんうん、で黙って作っちゃったら最終的にその形になるんやって、だからラジコンとか好きなんも、うん、走らすのも好きやけど、うん、組み立てるも結構好きなんやって、うんうん、であの組み立てるも嫌やっていう人おるけど、うんうん、あのもう行くとこまで行ったら色もここ何色塗りましょうまで書いてくれとやん、ここにシールを貼りましょうとかってあるんやけど、あ、ねうんまあ、オリジナリティ出すときは出すよ俺も、プラモとか作るのめっちゃ好きやから、うん、やけどなんていうんかな、その完成するものも箱に書いてくれてて、うん、何番と何番のパーツ持ってきてこう作りましょう、そしたらこのパーツができます、わほんまやとかで最終的にその通りに作ってったら、うん、その車走るっていうの、すごい単純なことやけど、うん、楽なんやって作ってたら、あなんか安心して作れるんやって、うんうん、たまにでもその説明書がマジごとるときあるんやけどな、ありますたまにタミヤのラジコンでも、うん、たまにこの後で改正版が出たりとか、えっていうのがあるんやって、俺そこ無理やりそのネジ入れてもうたからどないしょうっていうのが、うわまあなあ、ね、あこれ今振り子のとこ作ったやん、あ本当やいかにも振り子っていう形してますね、そうそう、まあなあ、うん、まあその説明書っていうんではなんか私も、うん、あのキットのなんかこう服の手伝いをちょっとしたところなんで、あ今日やったばっかりや、うんそうなんですよ、あのやっぱり作家さんの服のキットを初めて作られるっていう方がおられて、うちに来ているお客さんで、ね、やっぱり最近になってドール始めて、うん、ほんでなんか通販で買ったっていうけん、うん、えって言うて聞いたら、うん、あ初級のキット買ったんやへーと思って見せてもらったら、うん、初級にこれやらすんやなかなかの難易度やな思いながら、ね、これやっぱりなんかこうある程度手芸とか慣れてないとこれきついなとか思って、あだから何よ、うん、うちらも初めてドリバドコータとかな、あ、はい、ほんだうわこれブライスの服乗ってるわって、そうそう、へーってやるけどこれどうやってやんねんとか言うのが、だからあの箇条書きで書かれた説明だけではわからない部分とかいっぱいあったので、そうそうそう、でやっぱりそのキットの本って言ったらやっぱりすごいな、工程とかも丁寧に書いてくださってるんですけど、うん、それでもなんかやったことない、うちらはわかるんな、うん、もう私が見たらなんかああこういうことねはいはいぐらいなんやけど、うん、初めての人が見たらえ何これってなるのはもう、でまた今回やった人っていうのが男性の方で、うんうん、しかもミシン触ったことないんな、そうですね、もう本当に小学校の家庭科でやったきりぐらいのそれぐらいの感じやったね、でもなんかミシンの飲み込みすごい早かったですよ、早かった、うんうん、もうなんか一番針を打つところで手こずってらして、あやっぱり、うん、でもあの針打つがなければ、うんうん、針打つっていうのはわかるかな、あの待ち針を、そうそうそう、あの例えば肩のとこと、うん、まあ、胸の前のパーツと肩のとこのパーツ、そうです、ね、あと、まあ、袖をつけるときに外れたら困るやん、うん、あれを仮止めするために待ち針で拾っていくんやって、そう、あの待ち針をから正確になんか打ち込んでいくというか、それがやっぱり難しかったっていうのを言われてたんで、うん、あとはギャザー寄せるとこですね、今これそろそろなんかちょっと大きいパーツが大枠が出てきましたね、そうそう、ここでやっとな、うん、歯車じゃないもんが出てきたと思いながらな歯車終わった思って、うんうん、あこれなんやこれ歯車ちゃうわ、おおなんか土台や、だん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 何を雪だるまみたいな感じなってくるんやけど、そうです、今雪だるまみたいですけど、でこれで歯車を入れろって言うんやけど、ま、うん、えこれ作ったとこに歯車入れろって木折れたらどないすんねんみたいな、あそっか、でこう入れて、あやあ、ほんでこれは今等速で、うんうん、こんな風におおって言いながら、あ
出てこい、12時ぐらいに一人でおーとかで喜んでやってるわこれやってた時に私はまた3階の方で仕事やってたんですけど、あ、そう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 、ね、預かった USB メモリーのデータが全部吹き飛んで全部手打ちしてたんですよ。あれびっくりしたよな、ねえ、なあ、もうほんまうわーなりましたもん。そうそう、目の前でかファイルが全部ゴミ箱の形になって消えていくんですもん。そう、まあなあ、びっくりした。え、次はまた、うん、ちょっとまた歯車が3つ目が、あ、つながってるつながってる、きれいきれい。いやこれね、まあ結構でまたなんかでかいパーツが来てから、あーおーとか思いながらな、ねえ、なんかこう観覧車っぽくもあって、そうそう、綺麗です。今の裏表間違っとったんや。あー、それで急いで返したんですわ、違うわと思いながら。なんかやっぱり左右は非対称に作ってありますもんね。そうだけど同じやと思っとってよう見たら違うんやって、ね、歯車の配置とか、その、あ、次これあれやな、ゼンマイをつけるとこやな。あー、ほんとや、うん、ついにゼンマイが、これも向きあるからゼンマイも、うん、ほんでこれな、パーツが少なくなってくるやん、うん、ほんだらあの中からちっちゃいパーツを1個探さないかんから、なかなか見つからんねやって今度減ったら早く見つかるとかじゃないんですね。今まで作った歯車がそろそろ合体していくんやって。ああ、もうそろそろ時計の文字盤のところとかもついて、そうやな、おお、時計やん時計やん思いながら、すごいすごい。でこれは今ちょうどこうか何噛み合わせを見よるというか、うん、ちゃんとギアが噛み合って舞うんかこれとか、あ、バランスを取ったりとかで、これでバランスを取って、お、マイヨルマイヨルっていうのが、あ、マイヨルって通じるんかこれ、マイヨル回ってる回ってるってことやから、ねえねえ、マイヨル、うちの子が最初に発した言葉です ね。でこれでまあ全体がだいたいついたかなっていうんで、おおっていうんで、ね、おそっか、こんな風に、なるほどっていう、綺麗に噛み合って回って、うん、でこれでまだ、うん、あのゼンマイのところの歯車にはまだ動力が届いてないんやって。あ、本当や、アクセスしてないんですね。でこれを最後に入れるんやけど、うん、あの入らんのやって、なかなか、あ、最後に入れるにはきつい場所ですね。でこれで今もう入れて、うん、ゼンマイ回して、うんうん、さあこれで全部がこう、あ、回ってる回ってる、うん、すごいすごい。これはすごいむちゃくちゃな速さやけど、うんうん、で真ん中の大きいのが、踏んで、うん、右斜め下のちまい丸の分が時間、うんうん、で秒は、あの、振り子をつけた時にカツ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 って音がそんな、ね、ちょっと静かめのなんかトツトツ音してましたね。そうそうそう、いやだけどここに来たらな、えらいな思っとったけど、ちょっと元気出て、あ、今これあの振り子を上から差し込んだとこ、あ、そしたらそれであのわーって回るんじゃなくて、これ今声が聞くんですね、あのだ何をこう噛み合わせを見たりとか、うんうん、ほんまに合うてんのかこれっていう、あ、ここから調整なんですね。そうそう、でも横に寝かしたら振り子動かへんから、うんうん、ほんでこれでまあほぼ完成かな。おー、きれい、うん、だけうわーよかったって言うて、でマニュアルで見て、うんうん、あとは斜めんとこ置くなよって書いとんか、ふーんと書いて、あ、そうか、斜めやと振り子がね、そう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 、まあこれでまあ無事完成かなと、うん、横になんかこういっぱいその調整パーツというか、あれ調整パーツも自分で作らないかも、全部長さ違うんやって、うわ、まあ、こんな感じで、はいはい、やっと、まあね、横画面にこうやって置いてるけど、うん、ね、ここからまあ完成品を見ていただければ、いつものヘアセットで、そうそう、もったいぶって見せてんねでもちゃんと振り子も動きよるやろ、動いてます動いてます、後ろの方で、そしたら振り子も調整して、あ、これがあの秒のパーツのとこな、うんうん、振り子調整して速くなったりとか遅くなったりとかもできるんですね。逆に振り子のスピードが遅すぎたら止まる、うん、あー、そっか、うん、だからあのなんかこう止めちゃう感じになるんですね、上の一番動きよるパーツ、うんうん、あれがカツ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 で、うん、秒になってるというか、そうですね、だけど本当うまくできてるなっていうのが、これ僕後で私上から見た時にちょっと歪んでるパーツとかあったじゃないですか、ある、あれそれでも噛み合うんですね。いやだけどそれが調節がいるよ、うん、そこが調整なんですね、うん、だけどなんかこれを昔作った人たちとはすごいなと、うん、すごい、これ結構安定して動いとるよ、うんうん、うん、すごいなあ。だけどあれ振り子の分でカツ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 って動くようになってる、うんうん、あ、こう近くで見たらこんな感じで、あ、これをまたセットに組み込む予定なんですよね。これが歯車的なとこがこう、おお、ちょっと斜めになってるように見える、うん、まあいつも通りくるくるでっていう、うん、いつもの丸のとこ置いたらはみ出るから iPad 置いてんねこれそれでちょうどですね。そうそう、 iPad と A 幅ないだけん A4 よりちんまいぐらい、うんうんうん、だけど回転させても、うん、
うん、やっぱり綺麗にずっと動いてるもん。うん、ほんと綺麗。そうそう、いやなんかな、やっぱりこうたまにこういうの作ったら、うん、うん、落ち着くわ。いいですね。いや俺なんか病気なんかなと思う時あるもん。え、なんで。いやなんかなんかこう説明書あるもん見たらものすごく安心するんやって新しいもん作るのも好きなんですけどね。あ、好き。作ったことないやん。うん、うん、なんでやっぱりな、こういうのな、小学生の時にな、うわこんなん欲しいなと思うんやけど、うんうん、こうってどうすんのって言われるっていうかお年玉であってもそんなんこうだって、うん、あんたよう作らんやろって言われて終わりになる場合もあったし、まあ大人になって買う分には止められませんからね、うん、あでもこれ値段ね、あの5000円でお釣りが返ってきますから、アマゾンで。ああ、それぐらい で、うん、でプライムで扱っとるから送料無料ですよ。ああそれはありがたい、うん、まあね、こんな感じいつも通りあの、うん、ニコお茶の間ショッピングのようにくるくる回してますけどねえ、この回り方してたらちょっと落ち着きますよ、私も見てたら、ね、もういつもの風景というか。そうそう、でこれで引きになってそろそろお別れかなっていう、うん、ちょっとギアと一緒に、あそうそう、ね、あのブライスと一緒に立たせたらこのぐらいの大きさだよっていうことで、うん、まあなあ、こんな感じで、うん、無事完成ということで、うん、これまた登場する時があると思いますので。さっきもあのコペが言ってたけど、うん、セットの中に組み込むんかなとか言ったけど、うん、その通りで、はい、またそしたらその組み込んだ姿も楽しみにしていただけると嬉しいです。それじゃあ今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。